アジアティークのウォーターフロントプロムナードアジアティークフワランポー駅スワンナプーム空港アジアティークの置地図アジアティークはタイのバンコクで川沿いのウォーターフロント施設を改修しオープンした大型オープンエアモールである片側はチャオプライアー側もう一方はジャルンクルン通りに面しているデンマークに拠点を置くイーストアジアティックカンパニーが1897年に設立された 同社は当時シャムとの貿易を行う西洋の会社の一つであった。同社はバンコクのチャオプラヤー側に面する施設を所有しており、施設にはいくつかの倉庫や1907年から今なお残っている建物がある。この港は1947年に運用を終了し、施設は使われなくなった。2011年5月に不動産会社の TCC ラントがこの地を改収。 開発し、アジアティークザ・リバーフロントとして知られる小売と娯楽の複合商業施設とすることを表明し、2012年に開業した。2016年現在では1500店舗以上のショップと40店舗以上のレストランが集まるナイトスポットとして話題にされている。人形劇のジョールイース・パペットシアター、観光客向けにニューハーフショーやタイの伝統舞踊を見られる。 ディナーショーを開催するカリプソバンコクシアターなどの娯楽施設もある。日系の飲食系店舗としては、スキアなどが出店している。ありがとうございます。